神戸市役所北フラーアロードは、兵庫県神戸市中央区にある、加納町一丁目から、神戸税関を結ぶ三宮の幹線道路で、兵庫県道30号新神戸停車乗船の、路線名で県道に認定されている路線の、愛称である。六甲山山6から、港湾地区に至る坂道で、標高が高くなるほど、車度も高くなる。北端の加納町一丁目では、北に、 三六バイパスが東西に北の通りが接続する。三宮駅以南の地下部分は地下街と駐車場になっている。沿線には神戸市役所などがあり、毎年ここで神戸祭りのパレードが行われる。幾宅と吹き合い区が中央区として統合される1980年までは、フラワーロード伊勢が幾宅、伊藤が吹き合い区であった。フラワーロードの全区間において、 明治時代初期までは、生田川の水路であった。神戸海溝に際しての条件とされた、外国人居留地の整備に際し、天井側であった生田川の治水対策が急務として、生田川の付け替えが行われた。旧生田川の水路は、道路として整備され、さらに戦後になって歩道及び中央分離帯に花を植えるようになったことや花時計が誕生したことなどから、フラワーロードと命名された。 1995年の阪神、淡路大震災で沿線のビルが数多く倒壊した。これに関して旧生田川を埋め立てたために地盤が弱いとの評論が稀に散見されるが、これは必ずしも正しくない。旧生田川を埋め立てた部分もあるにはあるものの、ビルの倒壊が集中した場所では、旧生田川は天井側であり、埋め立てたのではなく掘り下げて平らにしたのである。 ビル倒壊の直接の原因は、1950年代から1970年代にかけて建造物の構想化の中で模索された建築手法の主流や建設ラッシュに伴う建築資材の粗悪化によるものである。沿線のビルのうち、この当時の建造物ばかりが、中層階あるいは1階といったワンフロアのみ、圧縮倒壊したのはこのためである。ただし、地盤の点で言えば、 旧聖田川流域で上流から流れてきた砂が堆積して洗浄地が形成されており、それはフラワーロード沿線に限らず、旧居留地のほぼ全域や生田神社の東側など、広範囲に及ぶ、国際会館前交差点南西神戸市役所前、兵庫県道30号新神戸停車乗船に関するカテゴリー、ありがとうございます。